プロコフィエフのピアノ協奏曲第3番、これはまあ、ロシア音楽の中でもそのすごい精巧な、なんていうかな、機械のようにね、まあ、ものすごく複雑にオーケストラとピアニストが絡むっていうのがこの曲の特徴なんですが、聴きどころとしてはもういきなり冒頭から始まります。最初クライネットのソロがあって、オーケストラがすごいスピードでテンポを変えていった時にピアノが初めて登場する、この瞬間の快感っていうのはものすごくそのなんていうかな、運動神経があってね、すごいスピードがあって色があって、まさにもプロコフィエフの最もこのピアノ協奏曲の聴きどころかなと思います。もう一点ポイントがあります。それは三楽章なんですけれども、音の形がとってもその日本的なんです。実はプロコフィエフは日本に滞在したことがあって、奈良を散歩した時に、まあ、こうした日本旋律が耳に入ってきて、それを思い浮かべながら作曲したと言われています。まあ、しかしそれがどんどんプロコフィエフ的に不思議な色を持って、それで最後のもうなんて言うんでしょうね、一つのこう頂点が一番最後に向かっていくので、まあ、オーケストラもピアノもですね、本当にこう狂ったかのようにこの精巧な機械の中に、波打って最後を迎えます。ぜひお楽しみください。